はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。コンマイゲーム評論家のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、遊戯王クロスデュエルという神ゲーはご存知でしょうか？本日はですね、このクロスデュエルっていうコナミさんが満を持してね、2022年の9月にね、リリースした4人同時対戦型カードバトルっていうね、こちらのゲームが、なんかもはや年内差し押しするんじゃないかって言われてるレベルでガチでやばいっていう現状なんですよ。これについてね、ちょっと分析をね、していこうかなというふうに思ってます。ぶっちゃけね、このゲーム、遊戯王っていう名前がついてるんですけども、遊戯王じゃなくて、遊戯王がしたかったユーザーに対して流行ってないのは当然かなっていう印象なんですけども、カードゲームっていうかね、タワーディフェンスとかね、あっち系に近いですよね、ボードゲームというか。動物サバトルみたいな感じですね。まあ、そんなどうでもいい話は置いといて、まあ、コナミさん、もうちょっとね、本気で宣伝しないと、多分なんかすげえ頑張って開発し、引っ掛けてね、開発したこのゲーム多分なんかポシャっちゃうんじゃないかなと思うんで、ちょっとねやばいんじゃないかなっていう現状なんですけれども、これ現在のセールスランキングこんな感じになってるんですよ。セールスランキングこれ、まあ、デュエルリンクスとかマスターデュエルもは普通にリリースされて全然上位にいたと思うんで、これクロスデュエルさん大爆死に近いのかなっていう印象なんですよね。でちょっとこちらのアンケート結果見ていただきたいんですけども、皆さんに、この今見ていただいているのは、先日配信中に僕のチャンネルの視聴者さんに向けて、クロスデュエルをやっていますかっていうアンケートを取らせてもらったんですけども、投票結果、グロ画像みたいなんですよね。1700人くらい、投票していただいて、やってる人 5% っていう、だから驚異的な数値。これ街角アンケートとかじゃないんですよ。遊戯王をメインに実況しているチャンネル、僕のチャンネルの視聴者さんに聞いた結果がこれなんですよね。つまりですね、このゲーム誰もやってない説が浮上してるんですよ、今。このゲーム。で、それが何なのかっていう、それなんでなのかっていう理由、これをね、ちょっと僕なりにちょっと分析してきました。あ、ちなみに、僕自身はこのゲーム結構やってます。もう9万くらい課金して、ランクマンもゴールドランクくらいまで行って、やった上で、ちゃんと課金して、ちゃんとプレイした上で僕が思うね、クロスデュエルがなんで流行ってないかっていうポイント。これ2個あると思ってるんですよ、基本的には。まず一つ目なんですけども、これ大きな、原因、これね、ゲームシステムの根本的な欠陥だと僕は思ってるんですけども、勝敗がね、自分でコントロールしづらい。このゲームは4人同時対戦の弊害とも言うべきものだと思うんですけども、自分がね、常に最善のプレイをしても自分が常に1位取れるわけじゃないんですよ。例えばある一人のプレイヤーをね、4人同時対戦なんで、誰を攻めるかは自分で決めれるんですけども、そのなんかある一人を3人が一気に攻めるっていうこともあるわけです。そうすると攻められた一人は最初に自力になって負けるじゃないですか、絶対で。何も悪いことしなくても、急に3人から攻められるっていう、納得のいかない現象が起きるんですけども、交通事故みたいなもんですね。これがそもそもこの現象やばいと思うんですけど、例えばその攻められてるやつが一番最後にモンスターを守備表示で出す場所とかを、選ぶことができるわけですよ。だから3人から一気に攻められていて、で、全部は守れないからどっか守るってなった時に、その守るところを4位のプレイヤーが決めて、1位が決まるから、結局なんか4位が1位決めてるみたいな、なんか意味わかんない状況になるんですよね。これ結構やばいなと思ってて、なんか他にもいくつかあって、相手がどうプレイするかって自分ではコントロールしようがないじゃないですか。例えば相手がなんかすげえ強靭みたいな人でクソみたいなプレイしたとしても、なんか対マンのゲームなら別に自分が勝つだけだからいいけど、4人いるからね、自分が勝てるとは限らないんですよ。でこのゲーム一応ランクマやってるとランク上がるのに2以上じゃないと上がんないんですけど、クソみたいなプレイングされてなんか玉られると自分3位になっちゃうことあるんですよ、普通に3位4位になっちゃうことが。だからなんか自分でそこってコントロールできる範囲超えてるんですよね。どれだけ最善を尽くしても2以上が取れないっていう、ランクが上がらないっていう、これが結構なストレスになる、やってると。これはもう俺の個人の意見ね。で、自分のせいでやっぱ勝敗が決まるんだったら納得できると思うんですけど、自分のせいじゃないとこで勝敗決まるから、なんか勝ちを目的にゲームをしてるプレイヤーって泣いちゃうと思うんですよね。僕は、ソロでランク上げをしていて、この壁にぶち当たりました。どんだけ自分が最善だと思うプレイしても、なんかよくわかんないプレイされて玉られて負けるみたいなことあってね、なんだこれってなることあるんですよ。これね、だからね、ゲームをプレイし終わったって反省点がないんですよね。反省点がない。ゲームしてもなんか得られるものがない。負けた理由がなんか一人にドブプレイされて第三者に玉られたからっていう理由になっちゃうからなんかゲームとして破綻してんじゃないかなっていう。だから玉の利を得るプレイヤーが出てくるっていうのも問題点だよね。
これ、まあ、例えばね顕著なのはね、例えばエクゾディアとか使ってるプレイヤーがいた場合、なんかエクゾディア出してきたプレイヤーに対してなんかエクゾディアってほっとくとなんか特殊勝利されちゃうから、なんか全員殴りに行くんだけど、なんか殴りに行くときにあの殴らないプレイヤーがいて、そのなんかリソースを俺たちはエクゾディアに生えてるのに、なんかその殴らずにそのエクゾディアを殴ってるやつを殴ってくるやつがいるんですよ。だからそうするとさ、そっちにもリソース吐かなきゃいけなくなって、なんかリソースが引けるんですよ。でこのゲームリソース回復能力相当低いから、なんか玉られると負けんだよ絶対。だから実質エクゾディアが白い荒らしてるみたいな感じになるんだよね。これかなりやばいんじゃないかなこの現状で。結局勝つことを目的にするとやっぱこのゲーム全然面白くないから、そのなんか身内でね、なんか4人で集まってなんかワイワイやるとかだったら面白いかもしれないけど、まあ、ソロプレイ楽しくなかったらやっぱ流行んないかなっていう気はする。あとね、逆転要素ほとんどないのこれ、このゲーム。一気になんか2人とか3人とかからあの攻められたらもうおしまいなんですよ。逆転するのほぼ不可能、まあ、アドを稼ぐようなカードもないから基本的には。だからリソースが尽きてあの負けそうなところで一発逆転とかないんですよ。だ基本的には狙われてるやつをみんなでいじめて4位を回避するっていうゲームなんですよねこれ。基本的にはなんかゲーム性破綻してないですかってちょっと思ってますわ僕は。で2つ目のね、あの このゲームがクソゲーと言われている理由の分析、テンポがクソすぎる。マジでクソ遅い。あのゲーム中サレンダー不可っていうまずそもそも仕様があってさ、これがテンポがゴミな要因だと思うんですよね。対戦中になんかサレンダーができないんですよこのゲーム。一回始めたらそのデュエルが終わるまで見守ってなきゃいけないんですけども、これちなみにですけどワンデュエルね15分ぐらいかかる。絶対15分から20分ぐらいかかる。これが終わるまで他のことできないんですよ一切。どれだけ負け格盤面になっても最後までだから自分がなんかボコボコにされて負ける様子を見てないといけないんですよ。もう逆転はほぼ不可能なのに。だから、まあ、最後までねなんかストレスかかっちゃうんだよねこのゲーム。なんかサレンダーしたら自動的に4位になって、あとは CPU に操作移行してなんか次のゲームに行くとかいう仕様できないのかな、ちょっとわかんないけど。で、まあ、他にも演出スキップがあのできないっていう問題もあって、その最初正直演出かっこいいなとか 3D かっこいいなと思ってたんだけど、ただどんどん進めていくと周回ゲーを要求されるそのレイドデュエルとかがあったり、なんか要は、早く次のシーンに進みたいっていう場面が出てくるんですけど、演出はカットできないんですよ。なぜかスキップ機能ないんですよ。まあコナミが頑張って作った演出をどれだけかなんか知らないけど、スキップ機能くらいつけた方がいいと思うこれ。正直相手が召喚してくるモンスターとか自分が召喚するモンスターも全部演出あるから、まあ、めっちゃ遅いので、しかもレイドデュエルとかあのランクマとか限らずになんか待ってる時間めっちゃ長いんですよ待機時間。操作のあの演出スキップあの負荷ともちょっと被るんだけど、なんか何も操作自分してないけどモンスターが進撃したりなんかバトルをしているモンスターの様子を眺めるっていう時間がめちゃくちゃ長くて、だからなんかシステムの処理を待ってる時間っていうのかな、これがすっげー長いのよ。だからユーザーからはこれがテンポ悪いって言われてる原因なんじゃないかなと僕は思いますね。はい、結構この辺改善しないとなんか待ち時間長すぎてやってられねえわってなるんですよね。正直さ1試合15分は長いと思うんですよソシャゲで。あのマスターデュエルは OCG のデジタル化だから許されてるけど、やっぱそのクロスデュエルはまあソシャゲとかと同じ位置づけだと思うから、クロスデュエルやって1試合15分で長いってのもあるし、あとやっぱその長いの中の待機時間、何も操作自分してないけど待ってる時間みたいなのが長いから、その信号待ち一生してるみたいな感じですよねイメージ的には。なんかその自分はその運転してたらなんかあんまりなんか長いなとは感じないかもしれないけど、信号待ちしてたら長いなって感じるじゃん。それと同じだから待機時間クソ長いんで、ここのね時間はなんとか改善した方がいいと思う。はい、まとめとくと、やばすぎる点はまず1個目は勝敗が自分でコントロールしづらすぎるっていう点ね。うん、やっぱガチでやってるとここの壁にぶち当たることがあまりにも多いと、2つ目はテンポがクソすぎるっていう点。もうなんかこの2つに尽きるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。まあ、主にね、このね、やばい点、この2つなんで、ぜひね、この辺ちょっと改善していただければ、まあ、なんとかなるんじゃねえかなと思うんだけど、このままだと、マジでこのゲームポシャるんで、多分マジで半年後、差し押するから、まあ、半年持ってばいい方みたいな感じだと思うんで。で、ここからはですね、具体的にどうしたらいいのかっていうことを、まあ、私の方でちょっと個人的にね、思いつくだけちょっと考えてきたんで、ぜひ皆さんもどう思ったか、ちょっと、書いていただければなと思うんですけど、コメント欄で。まあ、コナミさんの方でもね、まあ、その辺のプロがいるでしょうから検討してもらえたことなんですけども、まずですね、サレンダー負荷はやめた方がいいと思います。まずね、
あのサレンダーしたら、例えばそのデュエルを CPU に託して次に行けて、4位確定のプラスマイナスのポイントを受けてすぐデュエルに行けるみたいなようにすれば、4位確定してボッコボコにされる自分をね、なんか見守ってるっていうクソみたいな時間は多分なくなると思うし、まあ、まあ負けからじゃあすぐに次に行こうっていうことができると思うんで、まあ、テンポも良くなると思うんですよね、それによって。だからね、今の現状よりはある程度遊びやすくなるとは思う、個人的には。あともう一個、処理待ち時間をもっと短くした方がいいと思う、基本的には。あの要するに、さっき言ったようにその信号待ちの時間をそのなくすっていうか、とにかく今の状況はもう信号待ちしてる時間がめちゃくちゃ長いから、例えばモンスターの進撃を見守ってる時間とか、あとバトルする時間とか、あのモンスター同士がとか、あと演出を見てる時間、まあ、レイドデュエルで言うと、まあ、CPU が喋ったりとか、まあ、操作してる時間とか、まあ、そういうのもどん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 短縮して、もっともっとテンポを良くした方がいいと思う。ここを短縮しないと、今のままではやっぱユーザーがだから何もしない、ほんと処理を待ってるみたいなクソ時間がなくならないからさ、まあ、これはぜひやった方がいいかなと思いますね。で、一応ね、最後、あのね、ランクを上げやすくするためにね、あの今の、あの状況は1位2位がポイント上がって3位4位がポイント減るっていう状況なんですけども、あのね、3位以上でポイント上がるぐらいの優しい感じにした方がいいかなと思いますね。今のランクマの、あの状況だとやっぱちょっとどうしても理不尽な負けがあるんですよ。理不尽な負けに対して、まあ、3位以下でランクダウンっていうのはかなり酷かなと思ってるんですよね。ゲームってやっぱりランクが上がんないと面白くないし、勝てないと面白くないと思うんですよ。で、まあ、ユーザーにはある程度簡単に達成できる成功体験っていうのを積ませるべきなんじゃないかなと僕は思うんですよね。まあ、このようにね、面白いゲームって、まあ、クロスデュエル以外に山ほどあるから、わざわざ成功体験が積みにくいゲームをやる理由ってないと思うんですよ。まあ、言ってしまえばもっと簡単に勝てる、ランクが上がる、楽しいっていう体験をしやすく設計すべきなんじゃないかなと個人的には思うんですよね。まあもちろんね、勝ちにくいっていう難しいのが面白く感じるユーザーってもいると思うんですけども、やっぱり、ね、それはね、一部のユーザーだと思っていて、大衆向けに入らせたいんだったらもっと勝ちやすくするべきだと思うんですよ、僕は。まあね、僕はどっちかっていうとそのマスターデュエルやってて難しいからこそ面白いっていうなんか感覚もすげえわかるから、まあここはなんかその大衆向けにするか、まあその一部ユーザー向けにするかみたいなところあると思うんだけど、今の現状だとちょっと理不尽すぎてユーザーが離れちゃってるっていうのは明白だと思うんで、まあこの辺ちょっと改善していけばいいんじゃないかなというふうには思いますね。ちょっとぜひね、コナミさん頑張っていただきたい。まあ僕はこのゲーム好きなんでね、まあこういう動画撮らせていただきました。ぜひね、皆さんもこのゲームどう思ったか、コメントいただけると嬉しいです。はい。コナミさん、僕は全力で応援しています。まあちょっと改善されればまだまだ課金もするんで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。